男女通じて初出場となったフィリピン代表は、初戦でスイス女子代表に0対2で敗れるという厳しいスタートを切りました。しかし、その敗戦をバネにして、次節では初勝ち点と初得点を目指して臨むことになりました。試合は立ち上がりからニュージーランドがボールを握る展開となり、フィリピンは守備に追われる時間が続きます。しかし、15分過ぎから徐々にフィリピンが立て直し、ニュージーランドのスタイルに対応してきました。特に、2トップのサリナ・ボールデンとカトリーナ・ギロウへのロングボールや、セットプレーから好機をつかむ姿勢が印象的でした。そして、24分、フィリピンが右サイドからのフリーキックでチャンスを得ます。最初はクリアされたボールでしたが、こぼれ球を右サイドのタラ・ヒッケスビクがクロス、中央のボールデンが見事なヘディングシュートを決め、ついにフィリピンが初ゴールを挙げました。スタジアムは大歓声に包まれ、記念すべき瞬間となりました。ニュージーランドは失点後も反撃を試みましたが、フィリピンの剣士がその試みを封じました。前半を1対0で折り返し、後半に期待が高まります。後半もニュージーランドが攻め込む番が増えますが、フィリピンは最後まで集中力を切らさず守り続けます。相手の攻撃を何度も跳ね返す守備戦術が奏功し、試合は1対0で終了しました。フィリピンはこの喜びを胸に、待望のワールドカップ初勝利を手に入れました。一方のニュージーランドは攻め続けながらも得点を奪えず、グループステージ突破に向けて、手痛い一敗を喫する結果となりました。グループ A の順位は、首位がスイス、2位がニュージーランド、3位がフィリピン、4位がノルウェーとなっています。特に、FIFA ランキングで最も高い12位のノルウェーが、最下位に沈む波乱の展開となっています。最終節ではスイスがニュージーランドと、ノルウェーがフィリピンと対戦することになります。すべてのチームに勝ち上がる可能性が残された状況で、さらなる興奮が期待されます。フィリピン代表の健闘と快挙に、サッカーファンたちの関心は、最後まで途切れることはありません。次の試合も彼らのプレーに期待が高まります。どんな結末が待っているのか、世界中のファンが目が離せません。